飛鳥昭雄先生が言うには、手塚治虫はとても意地悪な性格だった。手塚先生っていうのはですね、やっぱり親分肌の人なんですね。で、自分の言うことをホイホイ聞いてくれる人っていうか、自分を崇めてくれる、まあ、神格化してね、崇めてくれる、そういったファン気質の子分と言ったら変ですけれどもね、そういった人にはもう本当にすごく優しかったらしいんですよ。でももうちょっとでもね、手塚治虫を冒涜するようなね、そういったことをやるような人間に関してはもう徹底的にね、いじめ回していたという。だから有名なのが石森章太郎ですよね。まあただ石森章太郎の場合には別に手塚治虫を冒涜したってわけじゃなくて、ものすごいね、この人もある意味で手塚治虫を超える天才だったんですよね。で、手塚という天才が石森という天才にもう嫉妬しまくってですね。で、まあ、有名な話ですけど、サブとイチというですね、実験漫画を出すんですね。石森章太郎が。サブとイチって、話のね、内容はともかく、一体どういう実験漫画になったのかって言ったら、セリフが一つもないんですよ。もう、コマ割りだけしかないっていうですね。こんなものを漫画として成立するのかというですね、そういった漫画を出したわけですね。で、それを見た手塚治虫がですね、崩れ落ちた。というですね、これは本物の天才だっていうのでね、もうね、見てね、腰抜かさんばかりにびっくりしたらしいんですよ。いや、それからね、石森章太郎、酷評しまくってね、もうだから本当にね、同じこう土俵に上がってきた人間に対しては、もう徹底的にいびるという。ただね、手塚先生のね、すごいところは、その後にね、この石森章太郎のところに手塚先生が来て、申し訳なかったって謝ってるんですよ。で、石森章太郎に、君のね、漫画があまりにもすごくて、で、もうどうしてもね、酷評して、貶めなきゃいけなかったんだ、というですね。まあ、本当に、やられた方にしてはたまったもんじゃないんでしょうけれどもね。ただ、その石森章太郎も、そこまでね、手塚治虫に嫉妬させるっていうかね、そういうところなんでしょうね。まあ、謝る度量ですよね。悪いことをやった後にきちんと謝る度量っていうのがね、やっぱりこれがね、手塚治虫がね、多くの人に好かれるところだったんじゃないかなと思うんですよね。まあだからね、これもまた有名なんですけど、藤子不二雄ですよね。藤子不二雄はもう本当に手塚治虫をこう神様として崇めてたんですよね。本当に神様としてね、手塚先生も、藤子不二雄にはものすごい優しいというかね、もう常に気を使ってね、で、藤子くん頑張ってるかねっていう感じで、ね、テレビなんかも随分昔のテレビですけれども、藤子不二雄のインタビューのテレビ番組があるんですね。で、それに手塚治虫がね、ゲストとして来る。普通こんなことないんですよ。手塚治虫がインタビューしてる時に、藤子不二雄がゲストとして来ることはあっても、その逆というですね、認める範囲がね、やっぱりいろいろあるんでしょうけどもね、認めた人にはとことんこう親分肌でね、こう最後まで面倒を見るという人でしょうかね。だからね、手塚治虫がキングというかね、手塚治虫はね、漫画の神様なんですね。日本の漫画界の頂点に立ってた、私はそう思うんですよね。で、藤子不二雄は漫画の王様って言われてるわけですね。いや、だからね、藤子プロのところにですね、こう、編集者が行くわけですよ。で、行くのはいいんだけれども、その編集者がね、ちょろっとこう、いや、手塚先生はどうしてこうしてっていうふうにして、手塚治虫のね、悪口みたいなことをちょっとね、その藤子プロで言ったことがあるんですって。そしたらね、普段温厚で知られてますけども、藤本先生の方ですね、ドラえもんの方ですけれどもね、藤子先生が怒り狂ってですね、もうその編集者、出入り禁止になったっていうのでね、やっぱりこう、お互いにこう、思い合うというかね、まあ、師弟関係ではないとは思うんですけれどもね、そういったものがあるんでしょうね。こう、青春の思い出でね、こう、いろんなね、漫画ですよね。まあ、今、ちらっと見てますけどもね、手塚先生の作品からね、ドラえもんからね、ブラックジャックに、ハレンチ学院に、本当にいろんなのが出てきてますけれどもね、手塚先生ってね、医師免許持ってたんですよね。ただね、それで逆に批判されてたりするんですね。ブラックジャックで、リアルを追求した医療漫画のはずなんだけれども、
実際のね、医療現場で出てこないような病気もあるんですね。で、これはデタラメじゃないかって言って怒られるんですって、同じ医師からですね。そしたら手塚先生が、漫画家たるものね、嘘一つぐらい書けなくてどうするんだよって言って逆にね、怒鳴り返したというですね。こういうエピソードも残ってるんですね。とにかくね、昭和というものですかね。昭和というものが、どんどんこう、遠くなっていく。だから、昔のね、明治の人たちがね、こう、明治が遠くなるって言ってたんですよね。で、我々ね、子供時分にそれ聞いてて、はーんと、何の気なしに聞いてたんですけど、昭和が遠くなるというね、そんな感じなんですよね。だから、だんだんその意味が分かってきたというですね、やっぱりね、だんだん年を取ると、こう、意味が分かってくるっていう感じでしょうかね。